どうも、ゆっくりヨウムです。おまけで知ろう関東黒人のコーナー。今回は、太田資政の追放について簡単に解説するね。太田資政は武蔵岩槻城主で、武蔵中部の重要な上杉方だったんだ。そんな資政は当初北条氏に従属していて、氏康も自身の娘と資政の子、氏助を婚約させるなど、太田家との結びつきを強めていたんだ。だけど1560年の大越山の時には、資政は影虎に従属。その後、他の黒人が北条氏に復帰する中でも、一貫して上杉方であり続けたんだ。そんな中、氏康の娘を妻にしている氏助の立場は、太田家中で微妙な感じになっちゃったんだ。さらに、資政が太田家の跡目に氏助の弟、正景を考えているという話まで出てきていたんだ。そんな節に転機が訪れたのは1564年のこと。資政は北条氏と里見氏がぶつかった第二次講の大合戦に里見氏方で参戦。北条氏に散々に打ち負かされちゃったんだ。窮地に陥った資政は、周辺黒人と事態打開に向け話し合うため、岩槻城を留守にしたんだ。家中で苦い思いをしていた氏助は、この隙を突き岩槻城を掌握。資政を岩槻城から追放し、北条氏に帰順したんだ。追放された資政は成田市、宇都宮市と渡り歩き、最終的には佐竹氏の客商として城を与えられ、北条氏と戦い続けるんだよ。今回のおまけで知ろう関東黒人はここまで。次回もお楽しみに。またね。